皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は筋トレ界隈でよく論争になる話題ですけども、高重量でガンガンやるのがいいのか、それとも低重量でしっかり効かせてやるのがいいのか、どっちが筋肥大しやすいのかっていうことについてね、私の見解をお話しさせていただければと思います。結論から言うと、高重量でより効かせれば解決でしょうっていうことでもうおしまいなんですけども、そんな乱暴なね結論で話を終わらせてしまうと皆さんからね怒られてしまいそうなので、もうちょっとね詳しく説明をさせていただきます。基本的には高重量でやるのが効果的ですね。低重量で効かせるっていうことを考えるよりは、しっかり高重量でトレーニングしていく、で重量をしっかり伸ばしていくっていうことの方が筋肥大にとっては非常にね効率的なので、基本的にはもう高重量がおすすめです。じゃあこの高重量って大体どれぐらいの重さなのかなんですけども、コンパウンド種目、まあ多関節種目とも言いますけどね、一度に2つ以上の関節が動く、まあベンチプレスとかスクワットとか懸垂とかショルダープレスとか、そういう種目においては大体ですね6回から10回上がるぐらいの重さでやっていただく。アイソレーション種目、単関節種目とも言いますけども、一つの動作でね一つの関節しか動かない、まあアームカールとかケーブルのプッシュダウンとかサイドレイズとか、そういうものについては10回から15回できるぐらいの重量でやっていただくのが個人的にはおすすめですね。もっと軽い重量でネチネチね効かせるとかね、変わったやり方をしてね効かせるっていうのもまああるにはあるんですけども、それはねあくまで枝葉であって、大事なのはやっぱり重量を伸ばしていく、で高重量でトレーニングしていくっていうことが基本なので、そこからね大きく外れないようにしていただきたいなというふうに。なぜそう考えているかというと、トレーニングの原則がある中でも一番大事なのが全身性の原則というものです。これは負荷を徐々に増やしていかないと効率よく筋肉は成長していってくれませんよという原則になります。この負荷を増やす手段っていうのはまあいくつかあります。トレーニングのね動作をゆっくりにして動作時間を伸ばすっていうのも一つですし、回数を増やすっていうのも一つの負荷を増やすための手段でもあります。いろいろあるんですけども、中でも一番分かりやすくて手っ取り早いのは重量を増やすっていうことなんですよね。それは分かると思いますけども、100キロでベンチプレスやるよりも110キロでベンチプレスやる方が負荷は高くなるのは当たり前ですよね。この重量っていうのが、まあ、一番こう分かりやすい負荷を増やすための指標になるんですね。まあ、なのでまずはこの重量を伸ばしていく、で高重量で怪我なくトレーニングをするという意識を持ってトレーニングに臨んでいただくっていうのが効率のいい筋肥大にとっては一番大事なことなんですね。もちろんですね、やみくもに高重量でやればいいかっていうとそういうものでもなくて、高重量でやっていてもそれがね狙った筋肉に効いてなかったら筋肥大しないっていうのはまあ確かにその通りなんですけども、効かせることにこだわりすぎるとその基本になる重量を伸ばすっていうことができなくなるんですよね。ちょっと想像していただければわかると思うんですけども、スクワットで大腿四頭筋のここに効かせる、ここを意識してやるっていう風にやってて、そんな高重量上がんないじゃないですか。6回ギリギリ上がるかどうかみたいな重量を担いでスクワットしてた時ってもう何も考えてられないぐらいもうきついんですよね。もうきつすぎてとにかくもう気合で上げる、立ち上がる、そういう状態じゃないとなかなかね本当に6回から10回ギリギリ上がるぐらいの高重量っていうのは上げられない。でそこから重量を伸ばしていくっていうのは難しくなるので、特にコンパウンド種目においては特定の筋肉、特定の部位に効かせるっていうことにこだわると重量が全然伸びてくれなくて、その結果筋肉肥大もなかなかしなくなる、そういう状態に陥ってしまうので、あんまりね効かせるっていうことに期待はしすぎない方がいいです。まあこの効かせるっていうのもまた難しいところで、効いてる感があるからといってそれが筋肥大につながるかどうかっていうのはまた別の話なんですよね。ちょっと分かりづらいと思うので例を挙げて説明しますけど、力こぶをグーッと作って上腕二頭筋に力入れてると上腕二頭筋疲れてくるじゃないですか。でなんかこう二頭筋が疲れてきてこうなんか痛い感じとか熱い感じになってきますけども、当然こうやってグーッと力入れてるだけだとウエイトをこう上げ下げしてるわけではないので筋肥大に必要な刺激っていうのは入ってくれないんですよね。疲れますけどね。
それと同じことがその効かせるトレーニングに起きてしまう可能性が結構高いんですよ。まあ、なのでこう力をぐーっと入れてなんか疲れてるんだけどもしっかりそれが筋肥大につながる刺激になってるかどうかっていうのはまた別の話なので、あんまりそのね効いてる感じとかね疲れてる感じっていうのにこだわりすぎない方がいいと思います。で逆に効いてる感がなくても筋肥大ってするんですよ。乱暴な話しちゃえばね、ベンチプレスとかこうどこに効いてるのか分かんないような状態でも重量伸ばしていけば絶対に筋肥大するんですよ。スクワットもまあどこに効いてるのかもうきつすぎてよく分かんないと、終わった後はもうなんか下半身全部もうガクガクして力入んないし息も荒れちゃってね、もうめちゃくちゃ苦しくてどこがきついのか全然分かんないぐらいもう全身しんどい、そういう状態でもスクワットの重量をちゃんと伸ばしていけばお尻も足もどんどん太くなっていくんですよ。なのでそのあんまりね効いてる感じとか狙った筋肉が疲れてる感じっていうのにこだわりすぎずに、基本はコンパウンド種目の重量を伸ばしてとにかく高重量でやっていくっていうことをしっかりね忘れずにやっていただきたいなと思います。じゃあもうとにかく難しいこと考えずに高重量でとにかくずっとやってればいいのかっていうと、そういうわけではなくて、やっぱりね重量を追っかけていくとフォームが雑になったりとか可動域が浅くなったりとか、そういうね状態に陥りがちなんですよ。やっぱり重量を伸ばしたいがためにフォームが雑になってしまったりとかね、可動域もやっぱり浅くなれば浅くなるほど高重量が持てるので、知らず知らずのうちにねフォームが崩れてしまう、可動域も浅くなってしまう、そういう方が結構いらっしゃるので、しっかりね可動域とかフォームの精度っていうのは保ったまま高重量でやる、重量を伸ばしていく、そういう意識を持っていただきたいと思います。そして軽めの重量で効かせるトレーニングが効果的な場面っていうのも実はあるので、効かせるトレーニングが必ずしもね全部悪いっていうわけではないんですね。じゃあその効かせるトレーニングが効果的になってくる場面ってどんな時かというと、一つ目は重量を伸ばそうと頑張ってトレーニングしている、で実際に高重量でできるようになったんだけども、その重量の割に筋肉量がついてこないな、そういう部位については生まれつきね筋肥大しにくい部位だったり、今までの高重量を狙ったフォーム動作だと効きにくい部位だったりするので、そういう部位については重量を軽めにしてより効かせるようなフォームとかやり方っていうのを探していただくことで停滞を打破してですね、重量に筋肉量がついてくるような体に変えていく助けになってくれるので、そういう場合は軽めの重量で効かせるトレーニングっていうのも効果的になってきます。そして2つ目は怪我をしたことのある部位とか痛みが出やすい部位ですね。特にコンパウンド種目になると高重量になればなるほど怪我のリスクっていうのもどうしても高くなってくるものなんですね。でまあ健康な方だったら問題ないような重量であっても、例えばね肩を怪我したことがあるとか腰のねヘルニアを持ってるとか、そういう事情があってなかなかね単純に重量を伸ばしていくだけだと筋肥大効果の割に怪我のリスクが跳ね上がってしまってちょっと怖いな、そういう状態になっている方の場合はやり方を工夫していただいたりとか、よりね効かせやすいやり方、軽い重量でもしっかり筋肉に効かせるようなやり方っていうのを考えていただくことで、怪我のリスクを減らしながらもですねしっかり筋肉をつけていくことができるようになるので、そういう方の場合も軽い重量で効かせるトレーニングっていうのが効果的になってきます。ということで軽い重量で効かせるトレーニングっていうのは間違いではないです。正解な場面もあるんですけども、基本は高重量でガンガンやっていただく、まあ、フォームとかね可動域がねしっかり保てる範囲で高重量でガンガンやっていただく、そして重量をとにかく伸ばしていただく、そういう意識でトレーニングをしていただくのがおすすめですという話でした。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ビレジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しております。ぜひね、概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。他にも新商品やキャンペーンの情報も概要欄に記載しておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。